アッドゥ干渉、アッドゥ干渉、アッドゥ干渉、A、アデュアトールとは、モルディブの最南端に位置する干渉である。日本語では、アッツ干渉、または、アドュ干渉とも表記される。また、別名シーヌ干渉、A、セーヌアトールとも呼ばれ、行政区画、干渉区の故障としては、こちらが用いられている。23の島からなるが、そのうち有人島は、ミード ヒタドゥ、マラドゥ、フェイドゥ、ガン、そしてフルフドゥの6頭のみ。人口はおよそ2万8千人強である。1959年から1963年まで、アトゥアム人民共和国、ついでを称し、モルディブから独立を宣言していた。この干渉で話される、ディベヒ語の方言は、モルディブの他の地域で話される、ディベヒ語と非常に異なっている。 アッドゥョ渉の就業者のうち、西洋人のために働いた経験があり、高い英会話力を持つ人は、おおよその場合観光産業に職を求めた。このため、アッドゥョ渉の人々が、食探しや子供の教育のために観光産業の盛んな種と、マレやその近傍のリゾートに移住むことも多かった。2000年代半ばまでは、ョ渉内に大規模なリゾートがなく、 ダイビングを楽しむ観光客は多くなかったが、その後は多くの観光客が訪れるようになっている。また、岩島を中心に干渉内の島を散策できるため、マレを除いて外国人が立ち入れる島が少ないモルディブにおいて貴重な体験ができる場所にもなっている。イギリス海軍は第二次世界大戦中の1941年に、 ガン島をはじめとするアッドル干に基地を建設した一匿名称ポートティー。この基地は1957年にイギリス空軍の基地 RAF-1 となり、冷戦中は全哨拠点として使われた。海軍基地はもともと東洋艦隊の代替基地として建設された。当時の公式発表とは異なり、東洋艦隊の母校であったシンガポールは日本軍が マレー半島やオランダ領東、インドに本格的侵攻を行った場合、とても防衛しきれないだろうというのが、イギリス軍内での公的な見方だった。そして1942年には実際その通りになってしまう。当初、東洋艦隊は、セイロン島、ケンスリランカのツリンコマリーを、シンガポールの代わりの母校と意図していた。しかし、司令長官のジェームズ・サマビル大将は調査の結果、 スリンコマリーは本格的な攻撃に対して脆弱で、諜報活動も容易であり、母校としては不適当であることに気がついた。母校として必要な条件としては安全が確保され、大型艦が停泊できる水深の深い白地が存在し、戦略的に重要な地点にあって敵が諜報活動をできないことであることが求められた。そして、 アップ干渉は見事にその条件に合致した。海軍基地として使用され始めると、イギリス海軍はこの干渉を全面的に利用した。基地の建設は、1941年8月に海軍航空隊が利用する飛行場の建設のため、節カンガーディアンで海軍の技術者が運ばれてきたことで始まる。飛行場が建設中の間は、 岩島北部の防波堤内からサンダーランド飛行艇やカタリナ飛行艇が作戦していた。海軍基地に不可欠な施設である大型石油タンクは岩島と干渉西部の北津島に建設された。これらの施設は遠くの海上からも非常にはっきり見えたが干渉全体の標高が低いためやむを得ないことだった。東洋艦隊への補給はオーストラリアの2隻の冷凍貨物船、ちゃんと タイピンが受け持ち、両船はアッドゥ干渉中の基地に定期的に補給を行った。両船の3回の補給活動で東洋艦隊の40隻以上の艦艇が補給を受けることができた。また、オーストラリア西部のフリーマントルからアデンに向かういくつかの大型の輸送船団もアッドゥ干渉で給油を受けている。主要6島には海兵隊、 第一沿岸防衛連隊の将兵が駐屯し、海岸砲や対空砲が配備された。防衛の便を図るため、干渉西部の岩島、アイホック島、マラド島、北津島をつなぐ小道が作られた。これらの島々は戦争の終わり頃には軽便鉄道で結ばれるようになった。なお、アッド干渉は、厚く湿気の多い気候と、娯楽施設の不足、人口の少なさから、 通常の社会生活が営みにくいことによって不人気な駐屯先であった。日本軍は1942年4月の正論沖機戦の際もこの基地の存在に気がつかなかった。しかし戦争後期には潜水艦の偵察によってアッド干渉に基地があることを発見した。1944年3月イギリス軍が干渉の海面に 防戦網を張り巡らせていたにもかかわらず、ドイツの潜水艦 U ボートの U-183 がタンカー、ブリティッシュロイヤルティを来撃した。この来撃は、防戦網の隙間を狙って遠距離から行われており、非常に目覚ましい戦果を上げた攻撃だと言える。ブリティッシュロイヤルティは大破したものの沈没はせず、簡単な修理だけを受けて、 戦時運輸省管轄下の燃料油貯蔵船となった、なお同船は1942年5月、日本海軍の特殊潜航艇の攻撃により、マダガスカルのディエゴスワレスにて一度撃沈され、これを引き上げて復旧したものであった。この事件により、石油流出による汚染がかなりひどく起こったので、イギリス将兵はたびたび干渉内の清掃を行った。 1946年1月5日、ブリティッシュロイヤルティは北出島南端の干渉内で沈没した。その後数年湯の流出は続いたが、現在では有名なダイビングスポットとなっている。1957年に海軍基地はイギリス空軍に移管され、岩空軍基地となった。岩空軍基地はイギリス軍がアッブ諸島から撤退する1971年まで、 使用された。なお、空軍基地はそのまま民間航空機用の韓国際空港として活用され、軍人用の宿舎は改装の上、リゾートのコテージとして使用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。